にちは。こんにちは。今日は何するんですか？今日はですね、はい、お絵かき。お、お絵かき。はい。結構いろいろね、なんかお絵かきしてるとこ見たいとか、その描いただけのやつじゃなくて、家庭じゃなくてですね。家庭を今日は見てもらおうかなと思います。なるほど。俺もちょっとなんか気になってたんですよ。お、完成品しか俺見たことなくて。そうね。描いてる途中とかも全く見たことなかったんですね。じゃあ書いてみようかなと。はい。で、まあ書くお題はですね、うん、はい、それはもちろん、うん、カメレオンの抜け先くんを。抜け先くんを、うん、名前間違えたね。ごめんね、うん、抜け先くんを、はい、はい、書いていきますよ。お絵描きよろしくお願いします。それでは書いていきます。まず下書き。下書きはシャーペンでやっていきます。消せるやつですね。では行きます。下書きはこんな感じ。感じで下書きを書いていきます。こんな感じで下書きの後の本線だけ。感じになりました。
いたしました。完成したみたいですね。完成いたしました。はい、とりあえずちゃちゃっと書いた、はい、抜け作くん、デデデン。おー、だいぶなんか右に寄ってますね。うん、寄ってるね。この辺とかね、だんだん後からつけてきてさ、はい、あ、そうなんですね。そうそう、最初ここにね、はい、抜け作ってあの漢字とひらがなで書こうかなって思ったけどさ、違うなって思って、なんかに、うん、そう、いやですよ、あ、来ましたよ。いいっすね。いい感じやろ。目とかちょっとね、目だけちょっとなんかリアルに強調してみようかなと思いました。なるほど、こういうのが、はい、そうで、尻尾はもうなんかぐるぐるをなんかしとった方がいいかなで、普通下にしとるけどさ、うん、ちょっと上にこうね、やる方が可愛らしそうに見えてさ。なるほど、うん、こういたしました。いい感じですね。いい感じ、はい、おかっこいい、すごいでしょ。で、まぁ、あ、こんな感じで、はい、いつも徳ちゃんは絵を描いてるわけですね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。